皆さん、こんにちは。次々と新星が誕生している女子プロゴルフ界。一昔前に比べるとテレビで放送されることも多くなり、たくさんのファンがトーナメントを見られるようになってきましたね。そんな中、女子ゴルフトーナメントを見ていると思わずパンツが見えそうとスカートの中が気になってしまった男性も多いのではないでしょうか。実際にネット上ではそのような質問をしている男性も多いようです。今回はそんな男性陣のモヤモヤを晴らすべく、女子ゴルファーのスカート事情について紹介していきたいと思います。では早速、女子ゴルファーたちのウェアといえば超短いスカートがトレードマークと言っても過言ではありませんね。スカートを履かない男性からすると、スカートの中はどうなっているの、パンツが見えそう、なぜあんなに短いのと、モヤモヤを抱えている人が多いのではないでしょうか。グリーン上で選手がラインを読んでいる時など、男性にとって思わずパンツが見えそうでハラハラしてしまう光景ですが、残念ながらパンツが見えることはありません。その理由は、見た目はスカートですが、スカートの中はパンツのような仕組みになっているのです。要するに見た目だけスカートなのです。ゴルフ用のスカートにはほとんどの商品にインナーといってパンツがついています。商品によってインナー付きスカートとスカートとインナーをそれぞれ履くタイプがあります。インナー付きの場合はその名の通りインナーがスカートと一体になっており、取り外しができないタイプがほとんどです。一方、スカートとインナーをそれぞれ履く場合はスカートより丈の短いパンツを履き、スカートを履きます。最近では多くの商品がインナー付きスカートのため履き忘れてしまうアクシデントも残念ながらありません。男性の期待を裏切るようですが、女子ゴルファーのパンツが見える可能性はゼロと言っても過言ではないでしょう。そして気になるのが、大きく体を動かししゃがむことも多いスポーツなのに、なぜスカートを履くのかですね。特に女子ゴルファーのスカートはとても短いことが特徴ですね。これにはちゃんと理由がありました。寒い時期になると防寒のため多くの選手がパンツスタイルへと変わりますが、春から秋にかけては多くの選手がスカートを履いていますね。その理由は抜群の通気性です。ショートパンツという選択肢もありますが、スカートの方が断然涼しいのです。特に真夏の暑い季節にはスカートが大活躍してくれます。男性には想像しにくいかもしれませんが、スースーと風が通り抜けるため快適にプレーすることができます。ゴルフ用スカートのインナーパンツは機能性がとても良く、汗が乾きやすい生地になっています。また機能性の他に、ショートパンツやパンツスタイルに比べ体型を隠せる要素を持っています。女子にとってこれはとっても重要なポイントです。またスカートの丈が短い理由は動きやすさです。布面積が少ない方が動きやすさにつながっています。またスポンサーやファンを獲得するために、ゴルフの腕前だけでなく見た目にも気を使うゴルフ選手も多く、おしゃれに着こなすために短くなっていることも理由の一つです。ただ米国女子プロゴルフ協会 LPGA が女子ツアーで選手が着用するウェアに関するルールを厳格化しています。例えばスカートや短パンはしゃがんだ時などにボトムエリアが見えない長さでなければならないと明確な規則があります。さらに違反した選手は1000ドルの罰金を課され、何度も繰り返す選手に対しては回数ごとに倍増するという厳しいルールがあります。最近の女子プロゴルファー、特にアメリカ LPGA の女子ゴルファーのウェアは体のラインがリアルに出たり、スカートもギリギリの長さしかないほど短い選手も多かったこともあり、ドレスコードが厳しくなってしまったようですね。とはいえ選手たちの服装を見ていても、極端にスカートが長くなったわけでもなく、ほとんど今までと変わりがないようにも思えますね。男性の期待を背負ってインナーパンツを履き忘れたことがある選手がいるのか調べてみましたが、残念ながらいないようです。さて、
短いスカートで有名な選手といえばこの人、セクシークイーンこと韓国のアンシネ選手ですね。アンシネ選手といえばセクシーすぎるファッションで有名ですが、ある大会ではセクシークイーンこと韓国のアンシネ、この日はまさかの上下紺色の長袖長ズボンでコースに現れたとギャラリーをがっかりさせるような見出しが出ていましたが、その後第1ラウンド前半を終えてクラブハウスに戻ると白の半袖シャツと水色のミニスカにチェンジして登場しました。ラウンド途中に全身を着替えるのは異例のことですが、わざとズボンで登場しギャラリーを落胆させてから超ミニスカートで登場するというサプライズなのでしょうか。アンシネ選手のファンからするとまさに逆転 V ですね。実は韓国選手は特にミニスカートが多い傾向があります。韓国のゴルフ界ではアンシネ選手だけではなく、おしゃれで可愛いミニスカートでプレーする選手が激増しているようです。その背景には女子ゴルフ王国韓国のゴルフウェア市場が絡んでいると言われています。韓国のゴルフウェア市場はここ数年で急成長しており、現在ゴルフウェアの売り上げは世界一と言われ、多くの大手ゴルフウェアメーカーが韓国で激しい販売競争を繰り広げています。そんなアンシネ選手よりもはるか昔、ミニスカート姿でゴルフ界に衝撃をもたらした元祖セクシークイーンをご存知でしょうか。フェアウェイの妖精とも呼ばれた懐かしのローラ・ゴー選手です。1973年、ローラ・ゴー選手はまさに鳴り物入りで日本にやってきました。当時の日本はジャンボ尾崎氏の登場で空前のゴルフブームを迎えていたのですが、このブームに拍車をかけたのが金髪ミニスカートのローラ・ゴー選手でした。カメラマンは臆面もなく全員が超ローアングルでローラ・ゴー選手を激写したと言われていますね。では最も早い時期にミニスカートを颯爽と着こなした日本人女子ゴルファーは誰かご存知ですか。それは世界のチャコと呼ばれた樋口久子さんです。樋口久子さんは1967年第1回女子プロテストでトップ合格した女子プロ1期生でしたね。まだ日本では一人も先輩女子ゴルファーがいませんでした。当時日本の女子選手たちはプロアマ問わず小柄な男性用の服を着ていたのですが、アメリカツアーに参戦した樋口久子さんが最も驚いたことがレディースの服を売っているということだったそうです。そこで樋口久子さんはゴルフ用品の小物や帽子、可愛い靴下、そしてミニスカートのゴルフウェアをいち早く日本に持ち込みました。1977年には華麗なミニスカート姿でメジャー大会全米女子プロを制しましたね。現在華やかなファッションでも楽しませてくれる女子ゴルフ界ですが、その原点は樋口久子さんだったというわけです。今回は男性の期待を大きく裏切るような女子ゴルファーのスカート事情を紹介しましたが、モヤモヤはすっきりしたのではないでしょうか。今後はスカートの中が見える可能性はないと諦めて選手たちのプレーに集中して応援してくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。